緒だったのかな。カバン元か。いや、すごい懐かしいですね。で、すごい今嬉しいです。久しぶりにこのユニフォーム着れて、はい、そうですね。すごいね、今日雨の中、まあ、たくさんすごい集まっていただいて、あとね、まあ、見渡してたら当時の僕のユニフォーム持ってくれてる方とかね、すごいいたんで、すごい嬉しかったです。もうやっぱり、あ、元野球選手やったんやなってちょっと実感しました。はい、やっぱり近鉄、その近鉄イコール伊手前打線、その伊手前打線っていうのはやっぱりね、まあ僕一個人的にはすごいやっぱプロとして、プロ野球としての魅力を感じていたんで、そういうフルスイングとかちょっと豪快なプレーをね、オリックスの選手にはちょっと受け継いでほしいなと。まあな、もう近鉄バファローズのね、その元選手が少ないんでね、まあでもその分古久保コーチとか牧師コーチとかいろいろな近鉄バファローズの OB のコーチがいるんで、その辺でみんなで近鉄バファローズっていう、その伊手前っていう魂を絶やすことないその感じでオリックスバファローズは継続していってほしいなと思ってますね。皆さん、ご無沙汰しております、元近鉄バファローズ、そしてオリックスバファローズの大西です。去年ですね、野球上がってからちょっと焼肉屋さんもやってますんで、その辺も皆さん楽しみに心斎橋にありますんで、大西博明で検索してまた来ていただいたら、僕の裏話とかいろいろ話しますんで、ぜひ来たってください。これからも大西博明、そしてオリックスバファローズの応援よろしくお願いします。そうです、大西博明さんです。それでは参りましょう、プレーボール。ナイスピッチング、ナイスバッティング。